こんにちは、みなみです。今日は島村さんで5000円コーデをしてきました。一つ一つ紹介してから着替えていきたいと思います。それではスタート。開きます。まずは洋服です。いつも買います。じゃんじゃんじゃん。まだこれだけではわからない。まず一つ目がタートルネックのワンピースです。ニットのやつ。これはグレーなんですけど、他に赤とか黄色を持ったかな。これは毛玉ができにくくてお家で洗えるっていうやつです。これ1枚でドバッて着れるから楽ちんです。びっくりなのが金額がなんと1900円、税込みで。下とかはズボンとかはないので他のものを紹介するんですけど、じゃじゃーん、赤いベルトです。このワンピースドバッて着てもいいと思うんだけど、お腹のところにこの赤のベルトがあると可愛いかなと思ったので買いました。これは980円。このベルトを選んだポイントは、よくここの穴が足りないことがあって、だけどこれはここで調節できるのでこれを買いました。このワンピースとこのベルトで電気料金できるから980円。3000円です。あと最後にこちらブーツです。足首まであるから温まるやつです。お値段が1900円です。これで5000円。このブーツなんと滑りにくい、あと裏がねこうなってて滑り止めがついてるかな。このブーツなんと S サイズがありました。ありがたい。では早速この全部を着ていきたいと思います。はい、着替えました。こんな感じです。はい、この赤いベルトをしたんですけど、もうちょっとダボっとさせて、あとこれは M サイズなのでちょっと大きめにワンピースっぽくして、下にタイツ履いても可愛いんじゃないかなと思います。もう袖で可愛いです。それにマフラーとかしても可愛いし、コートとか着ても可愛いと思います。ブーツもね、ここにボタンがついてて可愛い。ベージュもありました、このやつ。はい、今回は島村さんで5000円コーデをしてみました。他にもすごいたくさん可愛い服あって迷っちゃったんですけど、今回はこのワンピースにしてみました。皆さんも島村チェックしてみてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。